目標に今後進んでいくのというふうに考えております。次のページをご覧ください。これが1ページ目ですね、はい、1ページ目に作っていただいたものでございます。次のページをご覧ください。今後の山梨企業ファームリーグの課題と展望でございます。先ほど申しましたけれども、実際に、この山梨企業ファームリーグの試みを行う中で課題が明確になってきました。私はこれが今年度の成果だと思います。課題が分からないければ何したいか分かりませんから、課題は大体分かりました。これはこの6つ。逆に言えばこの課題解決すれば、今農村は有給農地だらけでした。都市部でも農的な活動をしたいということはの企業、まあ企業だけに限らずですけど、それ増えてますから、それを結びつけることができるだろうと考えたんですね。一つ目、やはり組織体制作り、それは山梨企業ファームリーグ全体といったもの、さらに、各チーム、各地域にファームチームを、我々の勝手な子育てを10年後で100チームを作りたいなと。実は100チームを作ると500億円ぐらいになるんですね、計算上だと。あと2つ目、ビジネスモデル、事業収支プラン。マッチングツアーをやってよく分かったんですけどね、企業の方がこのツアーに参加されたんですけども、やはり、例えば、東京などの都会にいる企業の方がですね、山梨の有給農地に行って何かしたいと思ってもですね、何したらいいかさっぱり分かるんですね。農業といっても何栽培したら、どのぐらいの収益が出るかとか、農商工連携といってもですね、その素材としての農産物がいつ取れるかさっぱり分かるんです。やっぱりこういったものをこちらから具体的に提示するビジネスモデルとか事業収支プランを全県からいっぱい取り揃えて、その情報提供したりするということがありました。3つ目、都市とそのマッチング機会、これを多く取って、これは当然かもしれませんね。あと、規制、法律、慣習と。農地法が改正されたとはいえ、やはり、その農地を借りるというのは、やはり手順があります。その手順が一般の不動産の売買と違いますから、一般の企業のことは分かりません。ですから、こういった手順をですね、この明確に示してあげるとか、例えば、また、慣習といったものでですね、例えば都会の企業の方が水田やりたいと、ということになったときには、当然、農村側の方はご存じかと思いますけど、水利権の問題ですね。水利権をどうこれを共有化するかと。これはですね、ルールがないんですね。これをどうやってルール化するかと。こういったことは慣習ですね。新しい慣習をどう作っていくか。あと、情報ですね。やっぱりここ重要ですね、特に。農地情報、資金情報、技術情報、農業生産技術とか、機械がレンタルできるとか、中古のレンタルがどこにあるかとかですね。こういったことを情報を一括して情報提供していくことが必要だろう。また、企業がその農村で新しい形で農業をやった成功事例といったものも参考事例としては必要だろう。こういったものを取りまとめてワンストップサービスができたら、これは非常に、企業の農村にとっても重要なツールになるんじゃないかなと思います。最後に人材育成ですね。こういった動きというのは全く新しい動きだと思います。今まではこんなことほとんどなかったと思います。ですから、こういったことを担える人というのを、新たな人材というのをやはり育成をする。ということが重要だろうと思います。私自身もですね、今年1年間取り組みして大変勉強になりました。この先ほど言いましたね、この課題が分かったことは大変私としてもこの成果です。でもこれが実はこの課題が展望ですね。おそらくこの課題が一つ一つクリアされたら、これは非常に面白いと思うと私は思ってます。はい、終了マークが出ましたので、そろそろ終わりたいと思います。ですね、この後ですね、各ファームチームの皆さんからそれぞれの取り組みをまたパワーポイントを見ながらお話しいただきます。大変素晴らしい取り組みをいただきましたので、皆さんぜひください。これにて私のお話は終わらせていただきます。皆さんありがとうございました。題しまして、今お話がありましたように、1月15日から21日まで各5地域でマッチングバスツアーが行われました。お手元の資料のですね、こちらの地域勤めを開いていただきますと、各チームの
ご案内の方が順番に出ております。この順番で発表の方を進めていただきたいと思います。それではまず最初、京北地域八ヶ岳エコロジア代表の高木様、よろしくお願いいたします。